くねっと切れてますね。これね、番号が先ほど有馬警察署の方に通報しに行ってきたんですけども、まあ昼ぐらいに、買い物行ってきて、その帰ですね、まあ電話がかかってきたと。表示された時は078で、でコンピューターは NTT を名乗ってきていて、未納の代金がありますと。で後から見たら、通話のね番号は、プラス1で855ってなってると。でこれ有馬警察署の人たちに聞きに行ったら、これは国際の方の電話番号で、アメリカの方だと、まあ、こういうふうな、回答でした。であとね、通話メモ、ちょっと待ってくださいね、前の画面。これね、普段こんな通話メモ音声っていうのはなかなかないんですけど、ちょっとこれ再生してみますね。はい、もしもし。 NTT ファイナンスより重要なお知らせです。現在ご利用中の電話回線にて未納料金が発生しているため、法的処置へ移行いたします。オペレーターへおつなぎする場合は1を押してください。でこれ1を押してるんです。その後何のことかなと思って、この間もNTT の方へと、近くにドコモのショップがあるんで、引き落としのところを見てもおかしいと、引き落としがされているはずであると、電気料金と一緒に引き落としされてますから、まあ、まず間違いないということで、行ったりだとか、あとはね、この不在のこの番号もね、最初078でかけてくるんですよ。で、これ、これは出なかったから、あと伝言メモ、これは違うかな。だこれ、うかうかとかけてどうなるかちょっとわかんないんですよ。で、これ、国際通話なんかかかったら、昔は電話料金すごかったんですよ。で、ちょっとね、あと、他にも、なんか、この発信っていうのをなんかかけてしまっているものもあるんですよ。プラス1、844の497の6379。だから、最初、伝言の方は、この、下の方に、こちらの方の伝言、これ聞いて、かけ直してしまってる方かもしれないです。これもちょっと再生しますね。オペレーターへおつなぎする場合は1を押してください。 NTT ファイナンスより重要なお知らせです。現在ご利用中の電話回線にて未納料金が発生しているため、法的処置へ移行いたします。オペレーターへおつなぎする場合は1を押してください。これね、NTT さんが払ってるって言ってる以上、こちらは法的処置をね、持っていける方向なんでね、詐欺。まあ、まず間違いないと思います。で、これかけ直してしまってるんですよね。多分。けど、まあ、すぐに電話が切られてるっていう状況で。まあまあ、これね、なかなかね、だいぶややこしいことになってると。で、先ほどの日付がそうだったと思うんですけども、近日、これね、一番上のこの、これはね、絶対やばいやつ。海外から、これも海外からかけてきてる可能性があるんですよ。で、こういうのにも引っかかっても、かなり、ややこしいことになりますので、まあ、皆さんご注意していただけたらなと。まあ、他にもね、080を表示しながら、まあ、かかってきた電話とかあって、LINE がどうこう、熟女がどうこうみたいなことをね、記載されていたんでね、すぐブロックしたんですよ。で、まあ、ちょっと今後はこういう風な番号とか、ちょっとね、記録をつけておこうと思っています。ちゃんとね、顔出ししておきますね。淡井圭介本人です。本日の日付、2024年12月の1日、まあ、こういうことがね、ありますので、皆さん、引っかからないように、ぜひご注意していただけたらなと思います。そんなとこかけたらね、だいぶややこしい組織とか出てきますよ、多分。まあ、大したことない連中かもしれませんけどね。まあ、最近、我が天下というゲームで淡井圭介ですっていうのを、淡井圭介っていう、ちゃんと本名で、ゲームをプレイし始めたら、まあ、こういうふうなセフレがどうこうみたいなね、メッセージ
ッセージが飛んできてる、まあ、この可能性もある。あれだけ人数集まっていたら、何かおかしなやつがいる。売春防止法が出来上がったのは1956年ですから、それまで、世の中はどれぐらいめちゃくちゃだったかっていうことぐらい皆さん分かりますよね。で、海外もどこの国がどれぐらいの時期に売春防止法が出来上がってるか、まあそういうのをね、まあアダルトビデオコーナーとか、あれ本当は違法ものなんですよ。わいせつな画像うんぬんとか、刑法175条違反、200万円以下の罰金かその他の法律が課せられるっていう内容のものに抵触しますんでね、性被害者の人たちとかの方の言い分の方は上ですんでね、実際レイプとかされてる人たちの方の見方するでしょ、普通の人たちは、真面目に生きてきた人たちは、ね、だから神戸市内だけでもそういう類のところ、中古の販売ショップも含めて10店舗以上、私の方で、消滅させています。店舗丸ごとね、建設業界どうせ仕事ないんだから、もうここの、メトロ神戸の地下のところ、古本屋と言いつつ、よくないエロビデオ、エロ DVD とか売ってるから、こうもう全部なくしなさいということで、全部、消滅させて、まあ、他にも店舗この辺りだけでもツタヤで、2軒は私の方からですね。であと北新ビルのところの下にも昔、レンタルショップがあって、そういうコーナーを置いた瞬間、最近で言うとストリートファイター6の、まあ、春国殺ですね。そこはちょっとなくなるの早かったですよ。あとは、谷神のゲオもそうですし、神戸市北区谷神駅の近くにあったんですけど、要はもうそこも消滅しています。で、あとはね、まあまあ神戸市中央区か兵庫区か、神戸大学附属病院よりもう少し南の方に行ったところの、まあそこはチェーン店じゃない、個人ショップのようなところなんですけども、そこも、まあ、二度とシャッターが開けられないような状態に、なっています。まあ他にも多数ありです。まあ、ソフマップさんのところも確かハーバーランド、そこも昔横内妖怪のコーナーがあったんですけども、そこも、今ないはずなんですよ。まあね、僕のホームページの方で、対エロ業界に関する法律とか、まあ、その類の連中への、動画で、説明欄のところに貼り付けています。あれだけじゃないんですよ、本当は。他にももっといろんな法律をくっついてきます。民事訴訟法が途中で刑事訴訟法に変わってる内容とか、さらに、ね、まあ、いろんな他の被害者の人たちからの訴えとか始まったら、もうとんでもないことになります。以上です。まあ、これでね、気が晴れるのをこうね、ちょっと晴れてもらわなかったな。河川水務解析断発電の話とかをしていて、ちょっと曇りになる傾向とかがあるんですよ。まあ、買い物行った後、まあ、曇りになる傾向とかもあるんですけど、基本的にね、こういうふうな悪党退治をしている以上、晴れてもらわなきゃなんない。冬場はね、夏場はダメですよ。夏場はちゃんと曇ってもらわなきゃならないですけど、今冬場ですから、もう11月ぐらいからになってきたら、基本的に晴天の日をしっかりと作っておくと。で、まあ、特に日本全国や他国もそうですね。で、余ってる雲があったら、赤道直下の国でね、大雨とか降ってないところ、特に砂漠地帯、そういうところでしっかりと降らせてあげたら、まあ、自然と緑化が進むと。ブラジル見たら分かりますよ。赤道直下あたりですけども、アマゾンがあってね、密林があるわけですから。あとはまあ河川の整備うんぬんとか、そういうふうなところでね、農作業とかもサウジアラビアの人たちも頑張っていただけたらなと思います。まあ、あとはアフリカ大陸うんぬんのところをですね、ちょっと天気の方を見てみましょうか。ちょっとあんまり変わらないですね。こうなったらちょっとね、そこまで行っていいんか見ようかなって何かを理由にして、まだ今日遊んでないはずなんですけども、まあ、ちょっとね、まあ今日も買い物行ったし、特に誰か現れるわけでもなかったし、まあちょっとね、そこまで行って委員会でも見ようかなと。まあこういうふうな方向で行こうと思ってます。行こう、どこに行くんやろ、行こうじゃなくて見ようです。訂正、見ようです。以上です。